アビスを阻止するなど。なんて力だ。そんなの見たことないぞ。気をつけろ、油断するなよ。死ね。アビスの潮なり。お触り禁止。とすればここに長居するべきではないか。何度やろうと無駄なあがきだ。アビスにつけ先に許さない。お触り禁止。眠るのよ。瑠璃のように落ちなさい。アビスの潮なり。異形を見届けよ。終焉の真。創世のいや、それ召喚結晶。震えなさい。意地ようか。この仕事は排除するべきですね。許さない。アビス儀式が中断されたか。運が良かったな。残魂にもこれほどまでに固い意志があったとは。しかしこの程度のこと、何の影響もない。また消えた。その下腐敗しきっているようだな。切り落とす。許さない。いや、みんなを守るか。疑似ようか。許さない。創世の術。お触り禁止。ここ。アビスの潮なり。眠るのよ。瑠璃のように落ちなさい。ミュージック。もう止められない。諦め疑似ようか。相関消し。疑似今誕生の時。創世の時。みんなを守るからね。部外者禁止。諦めて震えなさい。許さない。ルリ。しかして空。さっきアビスの使徒のために攻撃を防いだぞ。お前の妹さんアビスと。ソラ、どうしてダインと一緒に？え？お前の妹さんダインを知ってるのか？ホタル、また会ったな。どういうことなんだ。ダインが妹さんの名前を知ってるぞ。ソラ、その人と一緒にいちゃダメ。その人は私の敵。ホタル、これは言わなきゃいけないことなの。ソラ、ダインと一緒に私を、アビスを阻止しないで。その人、ダインスレイブは最後のカーン・ルイヤ宮廷親衛隊抹光の剣。500年前、彼はカーン・ルイヤの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民がアビスの怪物になるのを見ながら、ダインがカーン・ルイヤ人だって。500年前に滅びたあのカーン・ルイヤ人。それに民が怪物になるって。今のアビス教団はカーン・ルイヤと関係があるどころか、カーン・ルイヤの移民だったのか。ダインはお前の敵って、何が何だかわからないぞ。いえ、もちろん空がいる場所が家だよ。でも私はまだ空と次の世界に行けない。少なくとも今はできない。アビスがカムクラを下す前に、まだ天理との戦いが残ってる。聞いて空、私はすでに一度旅をした。だから空も私と同じように終点にたどり着けば、この世界のよどみを見届けることができる。私たちはいずれ再会する。急ぐことはないよ空、待つだけの時間が十分にある。私たちには十分時間がある。話してたこと難しかったよな。全部理解できたか？そっか。じゃあもう一回整理しようぜ。まずはあのアビスの使徒、お前の妹さんを姫様って呼んでた。お前の妹さんはアビス教団を率いてて、アビスの使徒よりも地位が高いってことだな。一番高いかどうかはわからないけど。それとお前の妹さんがカムクラを下し天理と戦うのが目的だって言ってたけど、どういう意味なんだろう。七神と七国を滅ぼすってことなのか。あとアビス教団の怪物はカーン・ルイヤの民が歪んでできた化け物だった。これは恐ろしいことだぞ。ダインはカーン・ルイヤ人で500年前に全てを経験した。でも怪物にはなってなくて、500年経った今ではアビス教団と対峙している。それってお前の妹さんが言ってたダインは私の敵って意味だよな。でもアビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民なら、どうしてダインはアビス教団と敵対してるんだ？それに一緒に探してた妹さんもどうしてアビス教団に協力してるんだろう。おう、そうだな。ひとまず元気出していこうぜ。オイラたちの旅は終わってない。出発しよう。こんな嫌な場所から出て日差しのさす明るい地上へ。お前の妹さんが終点にたどり着けって言うならたどり着いてやろうぜ。旅人、一緒に